はい、どうも、ヒロです。ウェンズデーキャリア続きやっていきます。で、今回は開幕第2戦のボルトン戦やっていきます。で、開幕戦は4対3で、まあ、打ち合い制してね、勝ったんですけども、ボルトン戦はどんな感じになるかなと。失点はね、多くなるかなと思うんですよね。んで、まあ、ちょっとね、調整しながらやっていこうかなと。思います。ハーゲル、ターゲットマンとかじゃない方がいいかな。スタメンはね、ブラーボ、ハーゲル、ヤンセン、コベントリ、フィールド、ウッドバーン、ジェームズ、ゴメス、ゲヒター、カデン、ガンですね。いや、ガンに変えてこっちにしとこう。カレンにしときましょう。で、ベンチがこのメンバーなんですけど、これ、こうしとこうか。ベルナベにしとこうか。シャープネスがね、いまいちなんでね、もしもの時のね、対応に遅れが出る可能性があるから、このスタメンでやっていきます。で、戦術はこの感じですね。まあ、結構スペース疲れて、そのスペースに走られて失点っていうのが結構、まあ、多いかなと思うんで、まあ、幅狭くやっていこうかなと思います、今回。で、やっぱ守備がね、それもあって難しいんで、コメントもいただきましたけど、今作も守備難しいですね、というコメントいただいたりとか、あと、移籍もね、コメントいただきまして、フリーエージェントに、まあ、小湯野選手が何人かいるみたいで、なので、メキシコの彼と、あとトーマスね、調べてます。あと、フォワード、アデミルソン、元ガンバですね。彼取ってほしいですっていうコメントもいただいたので、調べ終わったらね、取りたいと思います。はい、じゃあ、ボルトン戦やっていきましょうか。ちょっと待って、ユニフォーム変えときましょう。ここでいいかな。まあ、ホーム開幕なんで、なんとか勝利して、2連勝したいと思います。で、あとこのハイライトプレイっていうのも、オフェンスのみとかね、いつか、動画内でやりたいと思いますので。じゃあ、開幕第2戦、ホーム開幕やっていきます。演出はないんですね。あってほしかったですけどね、演出。ホーム開幕なんでね。まあしょうがないですかね。まあ飛ばしますか。よーし、じゃあやっていくぞ。さあ初スタメンのブラボがどんな活躍するかのもう楽しみですけど、まあ、メンバーはねリーグ戦ほぼ固定でやっていこうかなと思ってます。悪くなかったですね。パワーシュートの練習もしないとダメだな。なんかね、パワーシュートとかもね、あれは知ってるんやけど、うわー、マジ止めた、止めてないんか、外したんか、シンプルに。もったいね。せめて枠に飛ばしてほしかった。ボルドンが開幕戦5対1で勝ってるんで、攻撃力多分あると思うんでね。危ね、PK にならなくてよかった。おお、ヤンセンだな。あー、マジか。あ、ハンドだね、今のはね。さあ、PK の練習もしましたよ。PK の練習もしましたからね、トレーニングで。前回の後。
ここは見せどころじゃないですか。止める、止められちゃった。練習したのに止められる、この不運不運すぎる。あ、外しちゃったな。フリーだったからな。ほっ、いけるか。いや無理か。ナイス、ポン。あれもハンドっぽいけどね。ちょっとオープンになってきてない？もう前半やのにまだ。やばい。まあ、一瞬ボールを失ったらもうやばさがとてつもないから。あっぷんね。キーパー戻して。もうそれでいいですね。オッケーオッケー。ナイスナイス。よく足出したよ、先。走れ、よし、行こう、いける、いける、いける、よし、オッケー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 、ナイス、ハギル、よし、オッケー、来シーズンいるかどうか知らんけど、来シーズンいるかな、補強次第だな、素晴らしい。このリプレイがハイパーモーションって出るのがね、いいですね。なんかそういう機能を使ってるようなね、いいと思うよ。ちょっとゲーム感抜けてない気もするけど、悪くないと思いますね。でもね、よし、 OK。ダンスが結構でかい、厚みがある。え、ちょっと、うー、OKOKOK。これさ、パワーシュートとかでタイミングフィニッシュどうなんの？やばいな。あ、助かった。そう many possibilities, but it didn't happen for them. いた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 。え、怪我す、怪我だけはやめてよ。やば、失敗した。いけ、ナイス。オッケー、ナイスナイスナイス。Just look at this again. The combination play in the top third of the field was so precise, and it ends up with a fairly simple finish. Certainly not much the goalkeeper can do about that. So back underway with the scoreline standing at 2-0. Jon Daddy Burdvarsson.ちょっと待てよ、まずいぞ。ナイス。あぶね、あー、クソ取られた。
おー、オッケーオッケー。あー、もったいないな。結構ハードに行かないとボールを失った後すぐにカウンター食らうから。選手のスタミナがすごい減るな。オープンね。こぼれてくると思わなかった。オープンなかった今。ハーゲルなんだ、裏に抜けるタイプな。オッケー。裏抜けるタイプなんかな。そのタイプだったっけ。ナイス。もったいないな。今の王様、おお、ちょいちょいちょい。うわー、惜しい。ああ、触ってんのか。おお、惜しかったな。今の決まっとけばよ、面白かったな。幅狭くしたことによってだいぶ試合やりやすくなりましたね。いいですね、幅狭しだね。本作前半戦でハットトリックはでかいですね。よし、後半もやっていきましょうか。選手交代はもうしなくても大丈夫でしょう。Can they turn things around now? やっぱいいかもわからん。あぶね。どうしようかな。ここか。Ben Woodburn.ウッドバーンのスピードに。うわー、ナイスキーパー。たもうちょっとフィニッシュ精度高かったら枠近いんだろうな。あそこからも狙えるっていうのは分かったな。もっともっとですね。シュート打っていったら20本、1本ぐらいの確率は枠に飛ぶかもわからんけど。ああ、コースが甘かった。ウッドバーンに渡す予定だったけど、まさかのブラーボに渡っちゃったわ。高さの問題なのか。あの高さがちょっと難しいな。おしゃれなシュート。あ、これまずいかな。はい、おっおっおっ。体の圧でぶっ飛ばされたな今。あ、ほらやんや。危ない。
high degree of difficulty to hit it on the volley like that, and it was close. Well, his skill level is so high. 危なかった今。Right, that's a great effort on the volley. よし、フィールド入れて、ちょっとパス回しますか。ちょっと落ち着かそうか。あまりにもちょっとうちのチーム、ああ、ミスった。なんで危な、シュートミスってくれたからよかったけど。見えてるね、おい。4点目いく、よし、あ、うん、なんか4点目の壁があるかな。おお、ナイス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 。おしゃれなトラップして、おしゃれなシュートを仕掛けたのにな。おっと、そんなずれる。全然落ち着かへん。全然落ち着かへんよ。うわ、惜しい、マジか。4点目の壁がでかい。あ、ミスった。今のかわし方もうまかったよ、回転して。あ、やべ、あ、いける。なのにゴールが決まらない、この壁が。おーし、あ、マジ、あ、いける、あ、これ、あ、いけるわ、オッケーオッケー。惜しいな。よし、シムズ入れるぞ。ブラボーいいですね。ブラボーシーズン8点ぐらいはこのまま成長すれば取れそうですね、今シーズンね。ハーギルと一緒にスタメン張って、でもアデミウスが加入したら多分ハーギルがね、控えになっちゃうと思うんですよね。アデミウスの裏に抜けるスピードが、まあ、決定力っていうのはあるけど、後半から出した方がいいかな、あのスピードだったら。でも90近いと思うんで、アデミウスのスピード。よっしゃ、OK、ナイス。4点目の壁、ぶち抜いたよ。オッケー。17歳から18、17番だからね。18歳になったら18番になるから。年を重ねるごとに背番号大きくなるからね。ナイスナイス。おっと、ちょっと待てよ。アホラヤンも。おっと、ぶんねえ、ナイスキーパー。おっ、よし、 OK。 また5分とかありそうなんで、ちょっと多めに点取っておきましょう、取れるときにね。ブラボー行け、ブラボー行け。よし、 OK、 もうハマってる。ナイスシュート、これはハイパーモーションですね。素晴らしいシュートでしたよ。
It's a massive lead, and it's very hard to imagine them losing it now. いや、取れたか。無失点でいきたいよ。早っ。ナイス。Ben Woodburn. Ah, missed. Dempsey. Well, danger here as he. Bravo, Real, 行ったんでしょ。確か。やってもた。まあしょうがない。ちょっと気が緩んでしまった今。何？ 3 分しかないの？え、この前の5分、前回の6分は何だ？OK。失点しましたけど、まあ5対1で勝ったんで、よしとしましょう。ハーギルとブラブは良かったですね。素晴らしかった。なんでと言われても、慣れる時間がいると思いますよ。コンディション上がってないからね、まだね。お手本ですね。うん。補強は当たったってことですね。諦めないことが重要と。Thanks. That's all the questions we have for you. OK。この感じでこのポーズすっごいな。この感じでこのポーズはもう笑っちゃうな、ちょっと。ダメだわ、これ。ん？チャットが来てるね。あ、ブラボーですね。いや、お見事でしたね。はい。じゃあ、今回はこれぐらいで終わりましょうか。で、次回はね、アデミューソンとかの、能力が分かってから取ろうと思うので、ちょっと、日程進めて、やりたいと思います。なんで、ポーツマスぐらいかな。取れたらいいかな。ポーツマスか、ポートベイル、線取れたらいいかなと思います。はい。じゃあ、今回はこれぐらいで終わります。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回です。じゃあね。バイバイ。